国鉄レム1経過車は1957年及び1958年に300両が申請された日本国有鉄道の冷蔵車である。本形式を改造した長物車である地位型についても記述する。日本では冷蔵車は主に鮮魚輸送に用いられてきた。このため放流期になると車両の需要が急増する一方で、 不予期になると需要があまりなくなる、反感の差の激しい貨車であった。また、輸送方向が、漁港から大都市へ向けてのほぼ片道輸送となっている点も特徴であった。冷蔵車は、戦後急速に増備が進められても、なおそれ以上の鮮魚輸送需要の増加で不足していたが、通常の有害者に比べて高価な車両であることもあり、採算性を考慮すると安易に増備することが、 できなかった。そこで、有害者と兼用することのできる車両を開発することになった。これが本形式である。全長 8200mm、全幅 2738mm、全高 3655mm、荷重14トンで、この荷重は、平線に入線できる規格に軸重を抑えるために、この頃の通常の有害者より1トン減少させたものであった。 断熱材割れ一2二千型などと同じアルセルボードであるが、兼用の都合上、天井1 0 0、mm、トル、その他6 0ト、mm、ルと薄くなっていた。また、それまでの冷蔵車では、機密保持の関係上扉は必ず開き戸になっていたが、この車両では引き戸にした。これは、有害者として使用した時に高い二役ホームに入線すると、開き戸を開けられなくなる可能性があるためである。 扉には引き戸でも機密性を保つ工夫が施されていた。さらに有害者として使用した時には通風を良くするために車端部に通風口があり、車内からハンドル操作で開閉することができた。また、走行装置は製造当初から二段リンク式で最高速度は時速 75km である。製造は1957年度140両。 1958年度に160両で製造所はレム1レム190が富士車両レム191レム300が輸送機工業である登場した当初は冷蔵車が不足していたこともあり盛んに用いられたがやはり兼用車であるがゆえの保冷性の不足は問題が大きかった特に引き戸の機密構造はうまくいかなかったようである次第に荷主から敬遠されるようになり 冷蔵車としては失敗に終わった。冷蔵車として失敗に終わったレム1型は1959年度から車両改造計画の対象となり、老朽化の進んでいた長物車時500系、地差1600型などの取り替え用として地1型に改造されることになった。当時残存していた全車を対象に1968年に150両、 1969年に146両の合計296両が土崎工場及び大宮工場にて改造された。新旧番号の対象は全く純不動である。改造に際しては大枠を残して車体を撤去したほか、大枠上面にミスリキを追加したが、柵柱の設備はされなかった。全長 8200mm、時長7.6トン。 荷重10トンであり、主にレールや木材、電柱、土管といった貨物を乗せたほか、長尺物輸送時の勇者としても使われた。換算量数は、赤車1.4、空車0.8である。本形式は、1986年度までに全廃され、JR に引き継がれたものはない。国鉄地一系貨車に関するカテゴリー。ありがとうございます。